トルコ人とクルド人が争っています。トルコ人とクルド人が争っています。今日午前、東京渋谷区、コーンが飛び交い、車両が破壊されるなど一時騒然としました。警視庁によりますと、午前7時前、トルコ大使館周辺でトルコ人とクルド人が乱闘になりました。大使館では総選挙の在外投票が行われていて、何らかの原因で一部でトラブルになったということです。友達が2人車の前にいたの で急に5人、6人ぐらいあの2人に殴ったので、あの2人に殴って俺も車の中から出て、でまたあっちからいっぱい人来て殴れたの。結構殴れて、結構殴れてからこんな状況になって、倒して頭に踏まれたの。倒して頭とか踏まれて、あの骨全部折れてる、指折れてる、ここの骨全部折れてる、足がポコポコ。集まった人は最大で600人ほどになり、午前中で合わせて4回の乱闘騒ぎが起きました。現在騒ぎは収まっていますが、トルコ人とクルド人合わせて7人がけがをし、原宿署の警察官2人も棒で頭を殴られるなどしてけがをしました。トルコ人とクルド人の対立が続くトルコでは、今年6月の総選挙でクルド系の政党が躍進、過半数割れに追い込まれた与党の連立交渉が不調に終わり、今日は出直し総選挙の在外投票日でした。今月、トルコの首都アンカラでクルド系政党を狙ったテロで多数の死傷者が出たことなどから、対立が激しさを増していました。